はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズあゆみ最終回やっていきたいと思います。ということでね、岡島先輩、エボリューションマーチの岡島先輩から始めようかと思ったんですけど、のりくんがね、なんかね、ちょっと違うこと言う時があるんですよね。この夢の温泉施設の夢を覗きます、覗い…あ、来た早速そう、これなんかたまに話しかけたら違うこと言うよなと思って、ただ、少し機械の調子が悪くエラーが発生する可能性もありますが、ということで見ていきましょう。はい、どんなエラーが発生しちゃうのかな。はい、発生するとは限らないけど発生しましたエラーが発生しました。はい、するとカラオケボックスにやってきましたね。で、へーちゃん、べーちゃんがいらっしゃるんですここでへーちゃんって出てくるんだね。こっち見んなこっち見る、かわゆいかわゆい。そしてべーちゃん、へーちゃんとべーちゃんがいまして、べーちゃんが喋ってる。おつふにょー、ゆっくりしていくといいふにょー。兵がどこからかスクールボーイズ歩のラフ画や資料を拾ってきたらしいふにゅ。兵は決まくれだから、見せるラフ画は毎回変わるふにゅだからこまめに話しかけるといいふにゅ。はい、ということで見ていきましょうふん送りぼしゃ、あ、二艘の船の、はい、こんな感じで見れるみたいなんですよ。これも集めていきたいけど、かなりの数があるんだよね。何枚あるんだろうあ、ツッキーの立ち絵ですね月続き、はい、5枚ぐらい見ときますかね。3枚目、ふん、あーこれはさ、これはなかったよね、本編では。後ろからさ、時和さんが抱きつくのはあったけど、前からはなかった。わー、こんなんも見れるんだ。へえ、かわゆい。このキュービ様がちょっと驚いてる感じ。そうだよね、ユキオちゃんだからちっちゃいんだよね。いやー、かわいい。今何枚見たかもわかんなくなっちゃった。あと2枚ぐらい見ときましょうかね。あ、月かぶっちゃった、ちょっと。自重して。はい。じゃあもう2枚見ときます。ふーん。あ、体育祭か。これマジでかっこよかったよな、みんな。運動部の皆さん。いやー、素晴らしい。目の保養ばかりですね。楽しい。これも、あ最後にサブちゃんの下着姿ですね。なんかオチになってるよ最近サブちゃんはい、ということで、はい、ここら辺でここは終わっときたいと思います。ということで、エボリューションマーチの岡島先輩の方に行きたいと思います。カット。ただ俺は先輩と一緒に出たいです。それじゃあ、おい佐藤、サンキューな。こんなの見せつけられちゃ、ともきゅんね。岡島先輩と佐藤くんを舞台に出してあげたくなっちゃいますよね。岡島先輩最後だし。はい、ということで、オーディションの結果を発表する。分かっててもドキドキしますね。今回ピアノパートを担当してもらうのは、はい、いやもう本当にこれ全国大会ですか全国大会ね、一度も行けてないんです。全国大会一歩手前の大会でカラキン取ってグヌンヌンヌンってなったね、思い出がね。もうちょっと恨みつらみが出てきちゃうので、ここら辺でやめときましょうはい、ということで、わあ、全国大会行きたかった。私たちの時は不問感でしたね。今違うのかな。はい、真剣な佐藤くん、そして一緒に舞台に上がってるのは岡島先輩。あー、ともくん頑張ったんだけどね、あれを見ちゃうとどうしてもね。あ、でも意外と元気さんだった。よかったよかった。どうだったどうだった、うちの部はすごかったでしょ。すごかったよ、みんな超かっこよかった。
楽器を演奏する男の子っていいもんすな。目も耳も心も癒されたよ。僕も音楽を聴いて鳥肌が立つなんて初めてだよ。でも舞台の上の友も見たかったかな。僕もそう思います。どうしてあの意地悪な先輩がピアニストなんですか。吹奏楽部の者が提供してくれた時間を夢の中で過ごしてしまった。でもいい夢が見れたんじゃない。あそこめっちゃなんか環境的に本当睡眠に最適ですもんね。もう兄さんたらまさに至福の時だったのにもったいないな。ともくんもお疲れ様。吹奏楽部の練習についていくのは大変だったでしょ。ありがとう。大会に出られなかったのは残念だけど後悔はないよ。俺も先輩もみんなも全員が全力を出した成果があの演奏なんだもん。これ以上のことはないよ。いいよ、トモッチュかっこいい。立派になったね。立派になりました、トモキュンキュン。それにしてもこれで部活生活もおしまいか。長いようで短かったな。つくぼも長いようで短かったです。え、吹奏楽部はもう抜けちゃうの。これを機に入部してみるのもいいんじゃないか。いや、俺にはハードルが高いみたい。だってさ、毎日が忙しすぎてトメチンする暇もないんだもん。あれま、トモッチもしかして最近はずっとご無沙汰。うん、お預け食らってる。そうなんですか。あの、もしよかったら僕が死ぬ。翼くん、何言ってんの。それは見たいけど。それでなくても不真面目なのに、このままだともっと勉強しなくなっちゃうね。ま、そういうこと。両立なんて器用な真似は無理。俺の場合、勉強だけでも無理だけど。ここのところ授業中もぼーっとしてたもんね。でも、本当にそれでいいの？うん、勉強にはなったけど、合わないや。今のままだと俺、いつか折れちゃう気がするんだ。トモくんなら、きっと他にも打ち込めることを見つけることができますよ。ありがとう、それも探してみる。でも、理由はもう一つあって。俺、また前みたいにみんなと一緒にまったりゆっくり過ごしたい。森海、言うよね、大切なものは失ってから気づくって。俺もみんなとの時間を奪われて気づいた。ね、幸せはいつだって失って初めて。はい、幸せと気づく。あの時間は俺にとってすっごく大切なもので、俺が俺らしくあるために必要なんだなって。ともくん、だから俺またみんなのところへ戻るよ。これからもよろしくね、みんな。よっしゃよっしゃ、そんだば穴の湯で打ち上げパーティーでもやっちゃいますか。ほんと？わー、やったー。湯船に浸かって存分に疲れを取るといい。疲れた時の花の湯はほんと楽園だからね。じゃあみんなと行こう、とも。うん、よく頑張りました、ともきゅん。お疲れ様。みんなとのね、ワイワイする時間が大切っていうのに気づけてね、よかったよかったです。成長しましたね。ということで、花の湯で打ち上げでしか。いやー、ともくん、つばきゅん、裸のお付き合い。汗汗してたけど何したの、ともきゅん。はい、お疲れお疲れってみんな言ってるのかな。しのぶ、何したの。ぷんぷん丸だったじゃない、ともきゅんが。いいですね、このショタたちの戯れ。楽園ですか、ここは。
うんうんうん、花の湯のおでんは最高だな。でもこんなに食べられない。うんうんうん、しんちゃんの手作りおでんですよね。あー美味しそう。どうしたの、とも。なんだかいつもの場所に帰ってきたなって、すんごく幸せな気分なんだ。そっか、また前のだらしないおバカな友に戻っちゃうんだね。なんだと、ちょっとは成長してだらしない普通友ぐらいにはなっとるわい。だらしないはなくならないのね。そりゃ期待してるよ。おかえり、とも。ただいま。これからもよろしくね、しのぶ。こちらこそ。いやー、かわゆいよ。幸せ、見てるこっちも。はあ、それにしても本当に美味しいよ、おでん。はあ、どうしたの急に。さっきまであんなにニコニコだったじゃない。あれ、涙。おかしいな。どうも、どうしたの。どうも、よく頑張った。悔しかったね。よしよし、みんないるからもう大丈夫だよ。やだ、もらい泣きする。トモキュン、やっぱさ、頑張ったからさ、舞台立ちたかったよね、一度きりだしね。いやー、こっちまで涙出てきちゃうよ。やばいやばいやばい、私もエボリューションマーチ、おーしまい、ここで終わっちゃうんだ。悔しかったよね、トモキュー。もう最後の最後で私まで大号泣させられました。はい、ということで、これで全こうエンドっていうか見れましたね。あ、懐かしい。初めから笑わせてくれましたよね、トモキュー。さすがスクゴの主人公です。懐かしいね、みんなです。もうこの時はソラキュンの成長が見れて、あ、そして天使翼、このね、翼キュンはやばかったですね。からのトモキュンを押し倒し、その先はお預けっていうね。そして賢者2人、これは笑わせられましたね。そしてわー、つばさきゅん、いやー、この時本当涙出ましたね。で、どうして目から水が、そしてわー、過去編、これがでも一番呼吸させられた気がしますね、本当に。そんな過去が、わーさくちゃん、さくちゃんはもう本当にレジェンドです。時はね、スッキーのね、成長でしたね。そしてツンデレボーイの処方箋、これもちょっとうるっときちゃいましたね。仲直りできてよかったね。ランダバキムラチ、その脇たまらね。そして我が輩はもうサブちゃん、しんちゃんがくっついてくれて幸せにございます。あ、もうほんと素敵な話が多すぎる。というかもう全部素敵なんだけどね。キュンきたわ。ゆきおちゃんとキュービ様の共同生活、のりくん、ゆうひちゃん、近い。いや、これも楽しかったですね。飼い主さん、あごくいたまらんですよ、本当に。この挑発的な感じ、あはははは、なかなか気持ちの分、いいですね、あのおさわりしてる感じからの、たまに見せるこの冷たい表情がね、またギャップ萌えなんですよ。はい、
友人さんと分かち合ってくもさんを渡す瞬間じゃないですか、これは。いやーもう全部ほんと素敵でしたね。そしてくもさんとキューブちゃん、今回本当に主人公でしたね。はい、制作キリア様、カズサギ様、いやもうマジで楽しかったです。いやー終わっちゃった、最終回なんだね、終わりたくない。はい、ストーリーモードエボリューションマーチをクリアしました。はー、ちょっとまだともくんの余韻が残ってて鼻がズビズビしちゃいますが、はい、セーブは一度してるのでいいかな。あー、はい。あ、そっか、あゆみ、あの賢くたくましく優しくだったかな。ごめんなさい、これわかんない、ちょっとね、あのなんですが、ここであのスクボあゆみ実況は最終回になります、ごめんなさい、ピーピーって泣いて許してもらっとこ。はい、ということで一応 CG 埋まってるか見てみましょうかね。はあ、最後の最後にまた最終回でこんなに泣かされるとは思いもしなんだっていうことで 100%やったー、埋まりましたね CG。 いやー、こんなにたくさんのお話を見てきたんですね。いやこれ絶対ね、作る側はもっともっと大変でしたよね。お疲れ様でした。おかげさまでとてもとても幸せなひとときを過ごさせてもらいました。いやー懐かしい。もうね、さくちゃんが好きすぎてやばいです。本当に女装男子がね、ほんと幼き頃から好きでね、たまらんですね。はぁ、幸せ幸せ、眼福眼福、どれも眼福ですね。はい、ということで今回総勢40人。はい、みんなに多分会えましたね。人物紹介ノート全部埋まってたので、もうすごい個性豊かなね、キャラクターたちのね成長だったりね、ともくんたちの過去だったり、そしてね、あのしんちゃんサブちゃんイトキムの馴れ初めだったり、もう本当に数々の幸せなお話ばかりで、ね、とてもとても楽しませていただきました。いやー、ともきゅん最後のこれはあかんわ、こっちもうるうるしちゃいました。本当に、はあ、よしよししたくなるよね。もうしのぶよしよしして、抱きしめてよしよししてあげてって、はあ、なっちゃう。一番最後これか。ショックシュちゃんにね、ちょっとかなり卑猥なつですが目の保養させていただきました。ここのちょっとショックシュ、はい。はい、ということで、いやアフレコ実況ってさしてきて、まあそうですね、一番実はセリフ読んでて楽しかったのがともくんなんですよね。なんかね、ともくんはやっぱね、なんだろう、読んでて元気になるようなフレーズが多かったですね。あの元気もりもり海海とかもそうなんですけど、なんかね嬉しい時にはね、わーいわーいって無邪気にはしゃいだり、笑いが多いのかな、にょほほとかえへへとか笑いが多いので、なんか読んでてこっちもなんか自然と笑顔になれるセリフが多くて、はい、もうさすがともくん、みんなをね笑顔にさせる力を持ってますよね。さすがスクボの主人公ですね。はい、ということでともくんをめちゃくちゃ褒めて今回でスクールボーイズ歩み実況終わりとなります。いやもうほんと制作者様、あのキリア様、カササギ様、本当に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 もう本当にかける1000、1万ぐらいね、素敵な作品をありがとうございます。もうご本人様に土下座して回りたいぐらいです。はい、本当にありがとうございます。で、あの最後までね見てくださった視聴者の皆様も本当にありがとうございます。いやもう本当にコメントとかね、私がすごいあの動画で暴走してる日はね、コメントも
ね、皆さんのコメントも暴走してて読んでてすごく楽しかったですはい、ありがとうございます。はい、ということでスクールボーイズあゆみ実況プレイここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の実況でお会いいたしましょう。バイチーでんまー